ウスエイはトビエイ目に属するエイの一種。ウスエイ科、ウスエイ属は一重型。インド太平洋に広く分布し、細かい堆積物に覆われた深度275から680メートルの上部大陸斜面に生息する。体長 2.7 メートル、体幅 1.5 メートルになる。丸い体盤、柔らかく長い吻を持つ。尾の後半は細長い葉状の尾ひれとなる。体の上面は暗色で、下面は白、皮膚は小さな皮羽に覆われる。甲殻類、頭足類、魚類を食べる。おそらく無体盤生態性。捕獲した場合には、尾の毒トゲに注意する必要がある。底引き網などで漁獲されるがその量は少ないため、IUCN は軽度懸念としている。最初の記載は1967年、ジョン・ H ・ウォレスがダーバンのオーシャネグラフィック・リサーチ・インスティチュートによる調査の一環として行った。この時点では長く低い尾ひれ、背びれの欠如などの特徴に基づいて、ロートリガン属とされた。種小名は、その後折の所長となったデビッド・ H ・デイビーズへの県名として、デイビーシーとされた。タイプ標本は1996年9月、モザンビークのリンポポ川川口近くで採集され、ホロタイプは体幅92センチメートルの成熟有、パラタイプは体幅33センチメートルの未成熟有。西田清則は1990年の形態系統解析により、ウスエイはムツエラエイとともにトビエイ亜目の規定、グレードを構成すると結論した。その結果、ウスエイは古代ギリシア語のプラツィオ、バティスに由来するプリーナバティス属に移された。その後の研究でもこれは支持されたが、他のタクソンとの関係は否定された。1996年のジョン・マッケクロン、キャサリン・ラン、三宅力による研究では、ウスエイの系統的位置は十分に明らかにならず、暫定的にムツエラエイ科とされた。2004年のマッケクロンとニール・アスクリーマンによる研究では、ウスエイは平田エイ属の姉妹群となり、平田エイ科に含めることが推奨されたが、さらなる検証が行われるまでは、ウスエイ科を残すべきだとしている。インド太平洋に広く分布し、南アフリカのクワズールナタール州、モザンビークマンナール湾、北部アンダマン諸島、南シナ海、南西諸島、九州パラオ海嶺、オーストラリア北西部のローリーショールズからシャーク湾、オーストラリア北東部のタウンズビルからウーリ、ニューカレドニアハワイで記録されている。低成魚で深度275から680メートル、泥やシルトに覆われた上部大陸斜面に生息する。モザンビーク沖の深度44メートルから得られたこともある。オーストラリア熱帯域では一般的であるようだが、他の場所では奇種。体は柔らかく、体盤は幅より長さの方が長い。前縁は吻に向けて尖る。吻は薄く、長さは眼下径の6倍以上。目は小さく、後円が角ばった、噴水口のすぐ前にある。鼻孔は大きくて、丸く、広い溝で口とつながる。鼻孔間には皮膚のたるみがあり、その後円は強く縁取られる。広くまっすぐな口には32/60の歯列が並び、年齢とともに増える。歯は小さく鈍いが、生体釉の中央の歯は鋭く、後ろを向く。5体の小さいエラ列が、胎盤下面に並ぶ。腹器は小さく、外側の角は丸い。少し太い尾は、胎盤長の 93-102% になり、背びれを欠く。1から2本の鋸歯状のトゲが、尾のやや基部より上部から生える。細く上下対称な尾ひれは、トゲのすぐ後方から始まり、後円は丸い葉状。皮膚は細かく密な皮羽に覆われるが、腹器、体盤腹側縁、口周辺は覆わない。体色は紫がかった茶から黒。暗い斑点を持つ個体もいる。下面は白だが体盤後円は暗色。尾は全体的に暗色で、尾ひれは黒。南アフリカ沖で採れた大型個体は、体長 2.7 メートル、体幅 1.5 メートル、重量 118kg だったが、オーストラリア沖では体長2メートルを超える個体は知られていない。鎧ザメの頭部餌は、頭足類、甲殻類、甲骨魚。長く17分は堆積物中の餌を探すのに適するが、中深層種も捕食しているため、海底から離れて餌を探すこともあると考えられる。鎧ザメに肉をえぐられた個体が発見されている。他のアカエイ類と同様に胚を組織栄養で育てる無胎盤生態性と予想されている。深海性でサイズが大きいため産子数は少なく妊娠期間は長いと考えられている。卵黄の跡が残る捕獲個体によると稚魚は体長50センチメートル。オスは体長 1.30 から 1.72 メートル、メスは 1.89 から 2.00 メートルで性成熟する。最大サイズや成熟サイズは生息地によって変化する。捕獲時には尾の毒トゲを振り回すため、漁業者が被害に遭うことがある。深海底引き網やはえ縄で混獲されるが、肉質は悪い。生息域で大規模な深海商業漁業が行われておらず、水揚げ量もごくわずかであるため、IUCN は軽度懸念としている。だが、将来的に深海漁業が活発になると繁殖力が低いために減少することが予想される。ありがとうございます。